アメリカ合衆国、アラスカ州にある村である。フォートユーコンの西、アラスカ州の中央部の森林地帯のユーコン川の岸沿いに位置する。面積は2.8平方メートル。人口は65人。村民は主にイヌピアとエスキモーとグーイチン、コユクックなどのアサバスカ語族系のネイティブアメリカン、およびその根欠がほとんどで、ポトラッチと呼ばれる儀式も行われている。 小型機が着陸できるよう滑走路が敷かれている。他、1928年に建てたクルイックシャンクスクールという学校などがある。公益書や教会、1913年に作られた郵便局があり、教会の隣は墓地になっており、村の創設者、フランク・ヤスダ、ネビロ夫妻の墓もある。村民は主に自給自足で暮らしており、ムースやサーモンなどを取っている。 連邦政府が認めた、ビーバー村のネイティブアメリカンのコミュニティとして、ビーバービレッジ会議がある。アラスカ州のゴールドラッシュ時の1907年、日本人、フランク・ヤスダと、イヌピアック・エスキモーの妻・ネビロと2名のエスキモーは、鉱山市、トマス・カーターと共に、近郊を探しに、バローから出発した。一行はワイズマーに行き、その後、フランク・ヤスダとネビロの二人は、 シャンダラー地域に行き、シャンダラー側で金を発見する。金の発見後、フランク・ヤスダはカーターに報告し、カーターはシャンダラー地域で金の取引ポストを始める。フランク・ヤスダはマシンや天然痘などで壊滅的打撃を受けたポイントバローのイヌピアクエス肝が安住して暮らせる場所を探していた。カーターからユーコン川付近にはムースなど動物がいて、 狩猟もできるし、シャンダラー近郊の交通地点として良いと言われ、ユーコン川沿いにエスキモーの彼らのために村を作ろうと決める。友人のジョージ大島からユーコン川にはビーバーが生息していると聞き、フランク・ヤ田ダは村を作る際に、そのままビーバーと命名した。ビーバーが位置する場所にはエスキモーと対立するアサバスカ語族のインディアンの居住地の近くだったため、 フランク・ヤスダは、アサバスカ・インディアンと生活したことがあり、アサバスカ後も話せるジョージ・大島を通訳に、アサバスカ五族の主張と交渉に当たった。交渉に成功した後の1911年、フランク・ヤスダは、ポイント・バローに戻り、妻のネベローや、フランク・ヤスダ夫妻に同調した数百人のエスキモー一団を連れ、ブルックス山脈を越え、有根川沿いの村となるビーバーの場所にたどり着いた。 フランク・ヤスダは、その活躍から、ジャパニーズ・モーゼあるいは、アラスカのサンタクロースなどとも呼ばれた。たどり着いたエスキモーたちは、フランク・ヤスダが建てておいた、マルタ小屋の家に落ち着いた。ビーバー村はカーターが経営する、シャンダラー鉱山の交通拠点として、川船に薪木を供給し、エスキモーとインディアンの毛皮の取引した。1913年に郵便局が設立され、 1920年代初期に第2の取引ポスト場が開かれた。1928年にフランク・ヤスダにより学校が作られ、滑走路は1930年代に敷設された。エスキモーのほかインディアンや白人が入り込み、村はビーバーの毛皮取引で、村は栄え、人口も300人を一時超えたが、村の存在に欠かせない存在である。 フランク・ヤスダが1942年に日系人捕虜強制収容に収容するため連行されるとビーバー村の人口は若者を中心に激減し村はさびれていった。1950年代から1970年代の人口は比較的安定していた。1974年に村民が家畜の株式を持ちビーバービレッジ議会は地元の店を購入し、 共同組合が発足した。ありがとうございます。